イギリスエンフィールドにあるシャーロット宛ての金色のポスト。シャーロット・ドユジャーデン・マウント・ストリート・ジョン・フリースタイルに起乗して参加した。団体競技において一時銀メダルが確定したが、馬の左ひばらぶに先決が認められたため4位になった。個人競技で銀メダルを獲得している。2012年のロンドンオリンピックにイギリス代表選手としてバレクロと共に出場し、 同年8月7日、バババ術競技の団体金メダルを獲得、さらに2日後に、スコア90.089%を得て、バババ術競技の個人金メダルを獲得した。バレグロと2016年リオデジャネイロオリンピックでは、団体と個人のイギリス代表選手として出場し、バババ術競技の個人金メダルを獲得し、前回のオリンピック含め金メダル連覇を成し遂げた。 この大会でイギリスはババ馬術競技の団体銀メダルを獲得している。2016年12月14日にバレグロを折り返やさせペアを解消した。イギリスオリンピック委員会は2021年7月2日ジオとペアでイギリス代表のババ馬術競技選手として東京2020オリンピック大会版ババ術競技に出場することを発表した。ペアとして帰場したジオは タッチはアームブラッド種の栗毛で10歳のマヤカシバだった。その結果、同年7月27日団体競技において、銅メダルを獲得、同年同月28日個人競技でも、銅メダルを獲得した。この時点で、イギリス代表の女子オリンピック選手として、過去3大会を合わせて、最多6個のメダルを有している。 2018年3月27日にトランファルガースクエアブックス社からザ・ガール、オン・ザ・ダンシング・ホース、シャーロット・デュジャルダンバレグロを出版した。ありがとうございます。